宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルス一家。ゲッペルスの妻、マクダ・ゲッペルスは7人の子を育てナチズムにおける理想の女性像として懸念された。ナチスの女性政策では、国家社会主義ドイツ労働者等の思想と運動における女性政策及びナチスドイツ体制期のドイツとその占領地域における女性政策について記述する。ナチズムにおけるあるべき女性観は、 価値ある血統の血を増殖させるために多産する、控えめで、従順で、献身的な主婦であった。相当アドルフ・ヒトラーは、我が闘争において、不動の目的は未来の母親であると明言していた。この見解に基づき、折から公用していた、女性解放運動はナチズムにとって打きすべき存在と見られ、党のイデオローグの一人、アルフレート・ローゼンベルクも、 女性解放からの解放を唱えていた。ゴッドフリートフェーダーもまた、世の中の最も神聖なものつまり、処女であり、かつ自助である婦人を取り戻さなくてはならないと主張していた。当然ながら女性が政治や経済的な立場で活躍することは容認されなかった。ローゼンベルクは、裁判官、兵士、国家の指導者は男でなければならないと記しており、ヒトラーも、また、 彼女たちは会社や議会への憧れを持たない。親しみ慣れた家、愛する夫と、たくさんの幸せな子供たちがいればいいのだ。と語っている。このため1921年の党員集会において、女性が政治指導部や重要な役職に就くことはないという決議が行われている。しかしこれらの政策を全面に押し出すことは、バイマル憲法によって、 参政権を獲得した女性たちの票を失う恐れがあった。現に性的たちからは子供を産むこと以外、女性に何の使命も与えず、女性を見下そうとしていると非難された。ヒトラーは女性票を獲得するため、異性の同士であり、労働の同士である、男性は生のオーガナイザーであり、女性はその助手にして執行機関である、 党と女性を尊重しているように見せかけた。ヒトラー自身も礼儀正しく感じがいいとして女性に人気があり、エルザブルックマンやヘレーネ・ベヒシュタイン、ヘレーネ・ハンフシュテングルといった上流階級の女性たちの熱心な支持も獲得した。また、一般の女性にとってもヒトラーは人気があった。ミュンヘン一期の裁判後には面会を求める女性支持者が殺到して、 花束を送り、ヒトラーが使った浴槽で入浴させてくれというものすら、現れた。またエゴン・ハンフシュテングルは、一人の夫人が、ヒトラーが踏んだ小石を瓶に入れ、倒水して抱きしめている姿を目撃している。ドイツ共産党の国会議員だった、ユルゲンクチンスキは、ナスタップのような政党にあれほど多くの女性が、殺到したことは、ドイツ史上一度だになかったことである。と評している。 しかし、ヒトラー自身は、結婚すれば、多くの婦人票を失うことになるという考えの下で、結婚せず、愛人エーファブラウンの存在をも隠し続けた。これらのことから、しばしば、女性がヒトラーとナチ党を、権力の座につけたと評価されることがある。ヨアヒムフェストは、女性がヒトラーを、単純化し表彰し、見つけ出して選び出して、深格化したと評しており、甚だしい場合には、 バイマル憲法が女性に賛成権を与えなければ、ナチ党の対等はなかったという批判も存在する。一方で、あんまりトレーガーは、当時の女性が、より保守的な政党に投票する傾向が強かったことを挙げ、さらにナチ党に投票した割合は、男性より少ないと反論した。トレーガーは、バイマル共和制時代の女性は、ドイツ帝国時代と、 ほとんど変わらず家庭の中にあり、自分自身の意思を表明できる立場にはなかったとした。1939年2月13日、前列左から、ショルツクリンク、ハインリヒヒムラー、ルドルフ・ヘス、バルドゥール・フォン・シーラッハ、アルトゥール・アクスマンしかしナチ党の組織に、女性やそのグループが存在しないわけではなかった。マクダ・ゲッペルスなど党内には、多くの女性党員が存在したが、 彼女たちを統括する公式な組織が設置されていなかったため、女性党員は少人数なグループを作り、党議やポスターバリや党員勧誘などの党活動を行った。代表的な存在としては、1923年に女性団赤色ハーケンクロイツを結成したエルスベート・ザンダーや、1926年に女性闘争連盟を結成したグイダ・ディールがいる。 しかしこれらのグループ同士の対立が激しくなると、ディールは女性組織の一本化を構想するようになった。ディールの構想を、党組織指導者、グレゴール・シュトラッサーは支持し、1931年に、すべての党内女性組織は解散され、国家社会主義女性同盟に一本化された。サンダーが、最初の女性同盟指導者となったが、シュトラッサーがディールにも、 同程度の権限を与えたため、構想はなおも収まらなかった。さらにその後は、若手の指導者である、リューディア・ゴチェフスキーとパウラズ・イーバーラによる争いが激しくなった。彼女たちは、女性の地位向上を考えており、党指導部はこれらの思想を容認しなかった。1933年10月には、男性である、ゴットフリート・クルマフハーが、女性同盟指導者となり、 男性上位の思想を植え付けようとしたが、彼の指導に女性たちは従わず、かえって女性たちの指揮の低下を招いた。一方で1932年には20万人を抱えるドイツ紙フレンがナチ化を受け入れ、ナチ党の支持団体となっている。党指導部は1934年2月にゲルトルート、ショルツクリンクを女性同盟指導者に任命した。 ショルツクリンクはこれまでの女性指導者たちと異なり、指導部に従順でありながら、実務能力は高かった。また彼女は30代半ばとはかく、アーリア人的な風貌をしていた上、4人の子を出産していた。5月には、ズイーバーがショルツクリンクの運動によって失脚し、以降女性団の混乱は収束した。11月には、ショルツクリンクが 全国女性指導者に任じられ、ドイツ国内すべての女性組織の責任者となった。5人、以上8人未満の幸運だ母親に授与される二級母親十字章。ナチスが政権獲得後に行った最初の女性政策は女性の家庭への復帰であった。72人の上級公務員の女性は全員、免職され、州や自治体の女性管理19000人も、 家族による扶養が可能である場合という条件付きで免職された。家庭経済に戻れ。というスローガンの下女子失業者は農業や家庭内労働への復帰が促進された。女性教師の割合は15%減少し、女性の大学進学も全体の10%に制限された。1933年6月1日には、いわゆる結婚奨励法が制定され、 女子労働者は退職し、再就職をしないと制約することで、結婚資金の無利しかし付けを受けることができるようになり、さらに子を多く産むごとに返済が免除された。一方で、家政婦については、雇用主への各種優遇措置が取られ、雇用は奨励された。家政婦は、家庭労働の見習いであり、若い女子が将来良き主婦になるためふさわしい仕事と、考えられていた。 このため家事の合理化によって家政婦雇用が減少することは望ましくないと考えられ家庭生活の合理化は抑制された。しかし経済復興に従って工場労働を望む女性が増加したため当局は抑制措置を取らなければならなかった。1935年9月15日からは4人以上の子を持つ家庭に補助金が支給されることとなり、 1939年からは4人以上の幸運だ母親に母親十字章が授与されることとなった。ただしこれらの待遇はニュルンベルク法によって規定されたアーリア系の地を持つ大日市民に限られユダヤ人やロマについては援助は行われなかった。1934年9月、ナチ党大会の後でヒトラーは女性団の前で初めて演説を行い、 女性党員たちを運動の同志と称賛しながらも、女性の世界は夫であり、家族であり、子供たちであり、家だからであると良き主婦であることを求めた。女性の社会進出を望んでいた一部の女性党員は、失望し、新国家が女性を必要としないことを知っていたら、ヒトラーのために運動することなど、絶対なかったでしょうと回想している。一方で1935年5月21日に、 制定された国防法では女性にも国防に対する義務が課せられ、同年6月2日には新防空法によって、航空大臣の指揮のもと、女性も防空任務に就くことが決定された。しかし全国労働法仕法によって、すべての男性に労働奉仕が義務付けられたのに対し、女性の場合は1939年9月15日までは志願制であった。全国女性指導者。 ショルツクリンクは、総統代理、ルドルフ・ヘスに直属する、中央部局長の地位を与えられ、ナチ党指導部を構成する、全国指導者の会に位置づけられた。ショルツクリンクは自ら統括する全国女性指導部に、インテリの女性を多く集め、多分野での情報収集、分析能力を高めることで、自らの発言力を高めようとした。女性指導部は、 国家社会主義女性展望などの女性雑誌の発行や啓発運動などのプロパガンダに従事した。またドイツ初の女性団体であったドイツ女性団体連合は1933年5月に解散し、ひな地形の女性組織はドイツ女性事業団に一本化された。1937年にはヒトラー有限との下にあったドイツ女子同盟が 国家社会主義女性同盟の下部組織となり、少女に対する教育も女性指導者の管轄に置かれることとなった。1940年、パリ市内を更新する国防補助員しかしナチズムの女性官は、工業力を増進させなければならない国家総力戦においては大きな足かせとなった。さらに徴兵された兵士に対して行われた各種手当によって、 女性は無理に労働する必要がなくなり、1941年5月31日までの間に、女性労働者は3%以上、およそ45万人減少している。しかし労働力の逼迫が切実となると、女子の労働に否定的なナチス首脳も動かざるを得なくなった。1941年4月27日に、フランツ・ゼルテ労働省は工場における、 女性労働の拡大を提起して合意を得た。この国防任務のための女子配置令は15歳から40歳までの未婚女性に対して労働配置のための適格審査申し込みを義務づけるというものであった。また女性に対する賃金は男性と同程度の成果を上げた者が男性と同一の賃金を得られるが、それ以外の女性は 男性の80%の賃金となることが定められた。一方で、ショルツクリンクラの主張により、妊婦や出産直後の女性に対して激しい労働をさせないという母性保護法が制定されている。これにより女子労働奉仕は拡大され、ドイツ国防軍においても、軍政分野の事務、電話交換手、タイピスト、看護師や防空任務などに動員されるようになった。 これらの国防任務に就く女性は国防補助員と呼ばれ、正式な軍人としての扱いは受けなかった。1942年にショルツクリンクは占領地域に動員されたドイツ女性と女子青年担当前権内裏に任命され、軍の動員に対する発言を表明する機会を獲得し、1943年10月の会議において国防補助員を女性兵士と認めるよう主張したが、 受け入れられなかった。1944年7月の段階で30万人の女性が国防軍における任務についていた。ハンナ雷中など戦闘機やヘリコプターのテストパイロットとして活躍し、一級鉄十事章を授与された女性もいる。1944年に中央計画会議と軍事賞は女子の工場配置率が46%に過ぎないとし、 さらなる女性労働力を要求した。しかし労働力配置総監、フリッツ・ザ・オケルは、イギリスと同程度の60%の女性が、就労済みであると反論した。11月の段階になると、国防補助員への死願プロパガンダが盛んとなった。1945年になると、ナチズムの建前を維持することも困難となり、2月にはヒトラーも、 女性陸軍大隊の試験設置に関する命令を出したが結局実現されなかった。国防軍は3月23日に例外として国内における国防任務に就く女性に対して消火器の武装を認める通達を発令した。また、フェルキッシャー・ベオバハターなどでは武装した女性の写真がプロパガンダとして用いられることもあった。戦後、 アメリカの戦略爆撃調査団が行った調査によると、ドイツの女子未就労者は1939年には151万人であったのに対し、1944年には130万人となっており、新たに就労した女性は21万人とみられている。同時期のイギリスでは50万人が新たに就労しており、戦略爆撃調査団は、ドイツの女性労働が、 本格的なものではなかったと結論している。しかし歴史家のリチャード・オーバリーは女性が労働力人口に占める割合はイギリスでは最大37.9%であったのに対しドイツでは51%に達していたと反論している。ナチズムと女性の関わりについてはナチ党の進出をもたらしたのが女性でありファシズムの下で子供を産んだ女性は どの女性もファシストであるという積極的な加担者としての言説、ナチ党の反ユダヤ主義が男性心理によってのみ表彰されるという見解を取る、マルガレーテ・ミッチャーリヒのような女性が純粋にナチズムの被害者であったとする立場など二言論的な見方をされることがあった。特にフェミニズムや女性研究の場では、ナチ時代における性としての女性の責任問題が論じられてきた。 被害者や抵抗者としての女性を強調し、加害者としての女性像を無視する立場があり、こうした立場を批判する者からは、ナチズムにおける女性の責任を回避する目的があると見られた。1980年代になると、強制収容所の監視など、ナチスに加担した加害者としての女性を扱う書籍が増加し始めた。1987年、 クリスティーナ・トゥエル・マーロールはその著書で、女性は、不権的なナチス社会における消極的な共犯者であると位置づけた。1989年には、クラウディア・クーンズが著書、父の国の母たちにおいて、女性たちは自ら望んで、女性による、事前、母性、家庭における活動を行うことによって、ナチ党の価値観を信奉し、ナチズムの加担者となったとした。 これに対して、ギゼラ・ボックはクーンズが、ナチズムに反対した女性たちの存在を無視していると指摘した上で、子供を産み育てることや、伝統的な家庭での役割を行うことが罪であるのかと批判した。1995年には、ベルンハルト・シュリンクが、小説、朗読者を発表。ドイツ人が、ドイツ人先般を裁いた60年代の、フランクフルト・アウシュビッツ裁判に絡め、 ナチズムに利用されたドイツ人女性を描いた。同小説は2003年に日本語版も出版され、2008年には英国の映画監督スティーブン・ダルドリーによって映画化。米独合作映画、愛を読む人はアカデミー賞を部門にノミネートされた。ありがとうございます。